く遠い記憶に刻まれた未来、大事な人を守れる大人になりたいと願った。太陽のように広く輝き、雲のように変化を恐れずに、どうしよう、明日の収録一人でうまくできるかな。ヨナの時はブースの外にみんないてくれたから心強かったけど、ソロだから明日は一人だ。じゃあお邪魔しました。ん？やっぱり。どうしたのライガ君、こんな時間に。あ？トウモロコシ、ジジイがたくさんもらったからお前んとこ持ってけって。え、そっか、ありがとう。お前明日収録なんだって。うん、ちょっと緊張してる。僕ソロコレクションの最初みたいだから。ふん。な、何？別に。帰る。あ、うん、わざわざありがとう。ヤスト。ん？ソロ完成したら聞かせろよ。うん。じゃあ。うん、おやすみ。よし、頑張ろう。